お願いしますそれから黙っている私をじっと眺めながらうん、はい、お願いします 読み人彼はとうとう缶を斜めにして覗き出したそれから黙っている私をじっと眺めながら「君は何か大切なものを持っとりはせんか?」と言った私は飛び上がるほど驚いた 思わずポケットを上から押さえた「ははあ持っとるな左のポケットの中に金かな?」私は青くなった「ああこの色の黒い頬骨の出っ張った目の鋭い男は何者だろう?」 探偵はなぜ早く帰ってこないのだろう記者は浜名湖を突破していた午前3時だふん、金を持っとるとするとなかなか危険だな君の相手は容易ならんやつだよ君はさっきから 上着を一生懸命抑えているがあるいはもうすり替えられたかもわからんぞ得体の知れぬ男は真面目な顔をしながら言った私は催眠術者の暗示にかかったようにポケットの上から新聞包みをなぜてみたところが気のせいか知らん なんだか手触りが違うように思えるのだ。私は不安でならなかった。横を向いてそっと取り出してみたがやはり元のままだったのでほっと安心してまたポケットに収めた。あったかねだが。 上包みだけでは安心できんよあいつらはうまくすり替えるからね私はまた不安を感じてきた中を改めたくてたまらなくなった一度ポケットに手を入れかけたがふと気がつくと「畜生」と思った 彼は彼の面前で私が紙包みを開けるのを待っているのだ彼の仲間に私の探偵をどこかへおびき出させ私に不安を感じさせて金包みを改めさそうというのだそうしてその隙を狙って 奪おうというのだろう。その手に乗るものか。私は、額から汗をだらだら流しながら、右手を内ポケットへ入れて、しっかり紙包みを握った。が、何とも言えない不安が襲ってくる。すり替えられたか知らん。そんなはずはない。 だだ。が、あのの怪ししい老王ははどうしたのだ探偵は「ここで金を改めたって寝ているとはいえ乗客を満載して走っている急行列車の中だ街頭で子どもの手から奪うようなわけにはいくまい」「調べてみよう」 その方が安心だ私は横を向いて素早くポケットから包みを引き出して封を切った手早く開けてみると中から一束の札が出た一番上に見覚えのある新しい百円札が代表的に現れている私は 安堵の胸を撫で下ろすとともに急にバカバカしくなったがまだ不安だ札の束がなんだか違うような気がするのだ私はバラバラと束を食ってみたあやられた束は上の一枚と 一番下のほかは巧みに見せかけた西洋史の保護に過ぎなかった。私は狼狽した。